自分の専門性が直接はない分野の研究者とじっくり話したい、ちょっとなんか漫画みたいな感じなんですよ、その研究人生。ずっと意識に興味があって、神経科学、脳科学も使うし、まあ、AI の研究も使うし、哲学とか数学とか、まあ、全部含めた結構その学際的な分野が自分の研究でやってきたことです。まあ、内閣府のムーンショット研究開発事業というか、その国の大きなプロジェクトがあるんですけど、トータル10個の目標の中の、その目標1っていう中でやってるプロジェクトです。2050年までに人間を身体の時間空間の制約から解放するっていう、まあ、自分の体そのものではなくて、こう遠隔の何かを操作して、で、まあ、それを使ってこう社会活動をできるようにしていこう、まあ、そういうプロジェクトなんですね。我々はそのアバターを操作するときに、そのインターフェースとして脳を使おうっていうプロジェクトになっています。ブレインマシンインターフェースっていう技術があるんですけど、遠隔で何か動かそうとしたときに、脳から出てきた信号をインターネットにつなぐわけですよね。でそれでインターネットを介して、そのままこうバーチャルな空間で何か操作することもあれば、すごく遠くに離れたロボットをこう考えただけで動かすみたいな、そういう取り組みです。こう2050年どうなるかみたいな観点で考えていると、もうこういろんな、まあ、ちょっと夢のような技術を思いつくんですけど、でもそれをなんか本当に社会に実装していったときにやっていいのかとか、そういう倫理の観点もあります。やっぱりこうなんか脳って、まあ、人間の体の中で特に重要な臓器だと思うんですね。その、まあ、自分自身がそこにいるわけ でそれを何かこう技術的に操作してしまうとか、怖いなって思うのは割と当然だと思うんですね。でも一方で、それを実際にこう社会に実装していくときに、やっぱりこう科学的なエビデンスがあるとか、一般の人に正確に理解してもらう必要があると思う。なので過度な不安を煽らないとか、あるいは、まあ、今簡単な脳波計とか、こう脳を刺激する装置とか、ネットで買えたりするんですけど、それがなんか本当に信頼できるものなのかとか、どういう基準でそれがいいか悪いか一般のユーザーが判断したらいいのかとか、そういうことを広く伝えるための、資料みたいなのを作ってますね。ムーンショットのことをやっていても、まあ、会社の経営をやっていても思うんですけど、僕は多分根本的には人間の意識に興味があるんですね。特に最近取り組んでいるのは、意識を今の AI の言葉で置き換えたらどういうふうに AI として作ることができるのか。脳の中で例えばこう顔を見る細胞が反応した時に、それだけでは顔を見たって経験ならず、自分が顔を見てることを知っているっていう、こうメタ認知みたいなことができることで、そういうなんか意識のが発生するんだとか、まあ、そういうタイプの理論がたくさんあるんですけど、それが、まあ、どうしてもなんていうか、こう概念的な、まあ、文章だけで説明されるようなもので、それを実際に AI で作るにはどうしたらいいかってことをに取り組んでます。ブレインマシンインターフェースがいろんな人に使われる世界になってくると、産業自体も発達して、でその産業が発達してくると、その分野への投資も大きくなるし、まあ、その研究分野に行くことでそういう仕事が生まれると思うんですね。そういうエコシステムを作るってことが大事だと思ってます。でもその根本は意識を理解したいということで、もうすごく遠回りのやり方なんですけど、でもそれを一貫して目指してやってますね。